は豊臣のストーブの開封をしてつけられる準備をしたいと思います。去年までこれの白を使っていたんですが、3歳、6歳、9歳の子供がいますが、ストーブが大好評だったので、今年は黒に買い替えたものです。それでは開けていきたいと思います。豊臣のストーブ。子供がいるのでこのままつけるととても危ないので、このような枠を作ってもらっております。それの上には鍋などを置いてお料理をしたり、みんなでバーベキューじゃないなんだ、お肉とか焼いたり、じゃがバターを作ったり、さつまいもで焼き芋を作ったりなど、子どもたちも冬ならではの寒さを生かした楽しみを持っています。ミリちゃんはこのストーブは大好きですか？大好き。エアコンだけでもあったかいのはあったかいんですが、ストーブの芯から温まる良さもあります。黒はこんな感じです。あらら、早速子供たちが遊んでます。みさちゃんはこっちからこうやってと、新品の場合は灯油を入れてから2、30分は置いてから使うようにとのことなので、早速灯油を入れて夕方寒くなって使えるように今から準備をしていきたいと思います。この右側の部分に灯油を入れるところがあります。あとは、裏のところに、タンニが4本着火する際に必要になります。灯油のメモリーが満タンになったので、これで準備完了です。